今日の話はプロテインですね。妊活のプロテイン何がいいですかってすごく聞かれるんですよね。この話について、させていただきます。子宮ちゃん、はい、プロテインですよ今日は。はい、プロテインってさ、なんかこうマッチョなイメージじゃない。マッチョなイメージあります。マッチョなイメージ。先生もね、実は元消防士で綱渡りとかしてた人間なんでね、プロテインって飲んでたことがあるんですけども、聞いてんだか聞いてないんだかよくわかんないんですけども、なんか飲まなきゃいけないみたいな雰囲気があったんでね、飲んでましたね。例えばさ、子宮ちゃん、妊活におけるプロテインっていう話になるとさ、どんなイメージがあります？結構大事だから飲まなきゃって思うんですけど、うんうん、プロテインで胃もたれするとかは私の周りでも多い意見かなと思います。そうだよね。プロテイン何選んでいいか分かんないっていうのが一番の悩みだと思うんだけど、まあそれ以上に、例えばタンパク質ってさ、子宮ちゃん、この分子量っていう言い方するんだけど、でかいのこのタンパク質のさ、みんなね、タンパク質っていうやつって分子量がでかいんですよ。すんごいでかい。だからお肉とかって意外と消化するのなんか胃もたれしちゃうとかって人いますよね。お魚でもダメな人がいたりするので、そういうふうに考えると、それってなぜかっていうと、ここにブシャーってこう何がかかるかっていうとさ、消化液、消化液がねかかってビシャーっとなって、これが溶けて細かくなって、ペプチドまたはアミノ酸。ペプチドってあんま効かなくない？そうですね、うちの商品ぐらいかと思ってました。うちにもあるよね、はい、これぐらいの大きさだとしたら、このアミノ酸ってもっと細かいやつですね。こういう感じの、この点々がアミノ酸だったら、これがなんペプチドっていう。タンパク質はとにかくでかい、分解しなきゃ吸収できないんですよ。でもやっぱ胃腸の弱い女の子は多いんでね、男だってさ、ね、ずっと下痢みたいな人がいたりするんでね、消化液がなかなか出づらいようなタイプとか、また消化液もね、これが一周回ってなるんですよ。消化液になると、まずは一回吸収できるような体を作って、いい循環を生み出さなきゃいけないなっていう形になります。プロテインってこれなんですよ。でかい、うん、プロテインこれ、もしくはお肉食べた方がいいよみたいな話だと、これだ、それでいける人もいる。分解する能力が最初から高いっていう形ですかね。これを取るのとこちらを取るのでさ、どっちがいい？ちっちゃい方がいい。ちっちゃい方が吸収しやすいの分かりますよね、皆さんね。でやっぱり女性で体質改善したいって話になってくると、タンパク質で、タンパク質ってさ、なんでいいかっていうと、細胞だとするとさ、中で酵素ってやつってさ、これでできてるんですよ。酵素ってこういうの組み合わせてできてて、これらがその化学的な反応をたくさん起こしてくれるわけなんですよ。それこそ卵がさ、受精したら細胞分裂したいじゃないですか。細胞分裂したい時もこうやってボコンってなるのは、その酵素の働きがあって、いろんな活動をして、例えば DNA をコピーしてだとかね、いろんな反応が総合してあるわけなんだけど、細胞分裂しなきゃ始まらないわけなので、それにはこれらタンパク質がいるっていうイメージなんですよね。ということは、まあこちらのやつがアミノ酸とかって言われているものとか、ペプチドって言われているもの、消化吸収しやすいものを取っていただくっていうのが必要な方がとってもたくさんいるというふうに皆さん考えておいてください。めちゃくちゃたくさんいるんですよ、本当に。そういう形のところで考えると、大きめのプロテインっていうよりかは、細かくした特殊な技術を使って細かくしたしてくれる会社があったりするんでね、そういうものがいいんではないかなというふうに思います。これに関して言うと、例えば栄養分析表も出てるんですね。アミノ酸のこれがどれだけ入ってますよとかっていうのも全部出ていますので、そういうことも含めて、妊活のプロテインって話になったら、こちらの細かくなってるものがベストかなというふうに思います。皆さん、これ皆さん聞いてください。いずる先生がデザインしました。すごくないですか？おしゃれです、ね、おしゃれでしょ、はいね、もちろんこう授かるプロテインっていうのはうちの商標だったりするわけなんですけどね。これ裏見てみると、そのプロテインでね、一つ弱点があるんだけど、やっぱ甘味料とか香料とかって結構入ってたりするんですよね。またはダマにならないように何か調整剤みたいなのが入ってたりすることがすごく多かったりして、それってやっぱり実はこの肝臓のこういう細胞にすごく悪影響っていうか、仕事を増やすんだよね。めちゃくちゃ腸とかの細胞とかに仕事が増えるので、負担かかるっていうようなイメージなんですよね。なんですけども、なんとこの商品はですね、原材料名ってこれ全部書かなきゃいけないような国のルールになっているんですけども、イワシ、国産、カツオ、昆布、シイタケ、無臭ニンニクっていう組み合わせになりますよね。しかもその食物の特徴を消しちゃってるので、アレルギーが極限まで出づらいっていう形なんですよ。イワシ、カツオ、昆布、シイタケ、無臭ニンニク以上という形、添加物が全く一切入ってないプロテインになります。
もうマッチョのためのプロテインっていうわけじゃないんで、タンパク質量はね、その自然のもので何も調整してない形になりますので 19.4g 入ってる形になります。ただ細かくなってるので非常に入りやすいというふうに思っておいてください。妊活のプロテイン何がいいかなっていうところで考えて、これもともとはうちの横浜院の戸塚の院でね、患者さんにお勧めしてたらすごくいい成果が出たんだよっていうことで業者さんつなげてくれたっていう話だったと思うんだけど、ものすごくこの効果的かなというふうに思っておりますね。例えば薬を飲んでさ、何か反応が悪い、どうもどうも卵育ちが悪いって話になったら、もしかしたらこういう酵素がないと人間ってやっぱ死んじゃうわけなんでね、タンパクが足りなくて、もしくはタンパクがうまく吸収できないのかもしれないっていう状況があったりするわけですね。そういう時にまあぜひね、こういうアレルギーが少なくって、まあ、無添加のものってなかなか商品って少なかったりするんでね、ぜひちょっと使っていただきたいなというふうに思います。子宮ちゃん、これどんな飲み方してます？普通にお茶みたいな感じで飲むと、うん、あんまり良くないかもしれないですけど、うん、ご飯にかけて食べる。あ、美味しい、美味しい、分かる分かる。それ良くなくないよ。本当ですか？糖質取っちゃう、うん、結構多いかなと思いながら。あの、皆さんね、糖質ってある程度取らなきゃダメだからね、絶対ね。赤ちゃん授かるってタンパク同化なんで、それを邪魔しないために糖はある程度取らなきゃいけないんですよ。まあそういう意味でもね、いいバランスになってると思いますし、これご飯かけるとさ、やばいくらい美味しいよね。美味しいんですよ、本当にね。本当におすすめです。タンパク不足の方めちゃくちゃ多かったりするし、生臭くないんでね、全然ね、水筒に入れて持ち歩いてる人もいる形ですよね。だからまあいい感じの濃さでやっていただければ、とても美味しい商品でもあるしね。甘味料とか添加物が入ってなくて、しかも消化がちゃんとできる大豆のプロテインみたいなのもいいのがあったりするんだけどね。エストロゲンと拮抗してしまうみたいな作用があって、人によってやっぱダメ、 NG だったりしたりするんでね。そう考えると、まあ結論から言って、妊活中のプロテインはもうこれでいきましょうという形で今はお勧めしております。サロンでも売ってますし、 LINE の方でね、通販でもやってるんだよね。はい、ところかやってます。通販でもやりますので、ぜひちょっと1回チャレンジしていただきたいなと思います。いいこと書いてあるね。妊活を考えたらプロテインの原料はお魚になった、タンパク質をさらに細かく吸収しやすい、ペプチドサイズって書いてますね。まあペプチドなんてもんじゃないんだよね、アミノ酸サイズに砕いてくれてるっていう、なんか特殊な技術がある会社みたいなね、やってくれています。ぜひ使っていただきたいなというふうに思っております。しきちゃん、はい、これはいい商品だよね。どう、しきちゃん飲んでみて。美味しいです。美味しい、うん、はい、ちゃんと飲んで。あ、飲んでます。やっぱ飲んだ次の日はちょっと肌が調子がいい気がします。あ、でもお肌とかって1日で変わるからね。そうそう、1日で状態変わるから、タンパクいいと思うよ。逆に言うと、すぐそうやって効果が出る人ってさ、普段足りてない可能性あるよね。この酵素の反応って覚えておいてほしいんだよね。酵素の反応ってめちゃくちゃいるんですよ。細胞分裂するのに葉酸の回路だとかさ、 B12 が回る回路だとかってあるんだけど、間にね、全部この酵素が絡んでるんですよ。酵素に対してひっついて活躍するのが、あの補酵素ってビタミンってやつですね。ミネラルってやつ、コエンザイムなんて言われてるやつがみんなそれなんですけども、そういうものが酵素にひっついて、この化学的な反応を後押しするっていう形になってくると、もちろんビタミンも大切なんだけど、ビタミン以上にこのタンパク質そのものがないと、そういう体の反応、代謝反応がないと卵ってなかなか育たないですね。精子の質も良くならないので、そういう形で、あの、これはもう絶対の自信を持ってる商品なので、ぜひ使っていただきたいなというふうに思います。まあ、YouTube でね、あまり物の宣伝をするっていうのはどうかなっていうふうに思うんですけども、宣伝というわけではなくって、あの、本当に絶対に必要なものなので、うまく使っていただきたいなというふうに思っております。またね、あの、妊活サードプレイスっていう企画を今やってるんだよね。これからやり続けようって話になってますので、そちらでもまたいろんなご案内がやってると思いますんでね、ぜひ LINE 登録等していただきたいなというふうに思います。またそうだね、いつも案内しないんだけど、チャンネル登録してくださいって言った方がいいんだよね、これね。はい、皆さんお願いします。チャンネル登録をぜひしていただきたいと思うんだ。あといいねも欲しいよね。いいねもと、はい、いい感じのね、コメントとかもいただけると嬉しいなというふうに思います。